はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はドラゴンクエストライバルズテリーデッキでやっていきたいと思います。はい、テリーデッキなんですけども、はい、デッキ名いろいろ詰め込んだってことで、まあ、最近追加された新しいカードパックのカードを、できる限り入れて、しかも、強いカードっていうのかな、まあ、レジェンドカードも多めに入れたデッキでございます。なのでバランスがいいかっていうと微妙ですかね。微妙なのか、まあ、わかんないです。ミッドレンジ後半、ミッドレンジ、そうですね、中盤よりは後半もいけるよっていうデッキです。で、このアイラさんのランダムな武器を装備するっていうので、ランダムな武器だから自分の手札またはデッキにある武器じゃないから何装備するかわからないですよね。それもちょっとね、楽しみたいなと。賭けですよね。ってことでやっていきたいと思います。いろいろ詰め込んだ、やっていきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではやっていきましょう。お相手さんは夏のトルネコさんの衣装を当てた方のようです。高校じゃなくて先行だったらバリバリいい手札。ただまあ高校だったらミラクルブレードもキープでいいか。さて、どんと行きますか。トルネコさんやな。殺人鋭先行だったらね、ギズモが良かったんですけども、まあギズモの効果を使ってもちろん取りますが、テンションアップ取らなくていいよね。だってギズモで取れるし、ギズモで出した時に、コイン手に入るんで、コインをギズモに使って相手の復帰を待ちましょう。超待ってんか。はい、帰ってこなかったので次の試合行きます。先行ですね。先行、おー、アイラはキープしたい。そして初めてかもしれない少年テリー、やっと手札に来てくれた。俺の今まで絶好調デッキに入れるっつって入れてたんですけど、全然使いどころなくて。いいよお兄さん、僕の力を借りたいよ。君の力が、君の力が力が借りて。さあ次はギズモでほぼほぼ確定で、3段目の武器が欲しいところではある。ハリセンモグラ、残念だった。こっちは先行を引いている。こいつさん、ギズモの能力知ってるかい。3段目の動きが見えたっちゃ見えたけど、これは使えねえな。リプレイが揃えました。青色だからリプレイだよね。ごめんなさい、スロットの話です。はい、スロットの話なのでわからない人がいるかもしれない。僕はまあ一応成人しているのでね、スロットとかはまあわかりますというか、たまに行くというか。スライムつむり、お相手さん昔見と、なになに戻すんかーい。何の話。お相手さんはスライムアリーナなのかな。俺のターン。あー、ギズモだね。ここはギズモで行こう。なんだろう、ギズモっていう名前を呼ぶときのイントネーションっていうの、アクセントっていうの、なんかおかしい気がして、あれだわ。私のターンで。さあ、お相手さんの3ターン目、僕は4ターン目は奇跡の剣があるぞ。できることならアイラを出して、その後ベッドコイン使っていろいろやりたいんだが、暴れざる。こいつ暴れざるは絶好調状態で死んだらだから、まあそうだな、覚悟しておけよ。ギズモで取って奇跡の剣で、残りの2人は殴りましょう。僕の体力はプラマイゼロ。おいつさん手札が悪いか。絶好調アリーナはまあ強かったしな。ミノーン、前後にいる味方にとの体力プラス1。動き的にはかなり弱い。動き的にはすんごい弱いんですけど、取って、そうですね、もう完璧に取っとくか。で、
ベホイミスライム、まあ、どこに置いても一緒ですね。ベホイミスライムは死んだ時にコインを1枚手に入れるので、次お相手さん攻撃力2以上体力3以上のユニット攻撃力3以上体力3以上のユニットを出してくれれば、ベホイミスライムが自殺できる。あ、こいつはいいんじゃないでしょうか。さて、お相手さんの残りで体力じゃなくてテンションを上げる。お、稲妻の剣。アイラさん行こうか。召喚時ベッド2ゲット2か。バッチリ働くからね。お、スイカだね。これはいいよ。1個上がったかもしれないよ、モードが。スロットの話です。さあ、ベッド。うまくいったわ。準備は整った。なんだこれは、メタルのソロバン。いや、悪くはねえけど、なんだこれ。いや、いらん。よし、うまくいったわ。なんだ、覚悟しておけ。お、おお、はやぶさの剣。まあ、これでスライム取って、やべえ、遊びてえ、めちゃくちゃ遊びてえけど。めっちゃくちゃ遊びたいけど。おい、リプレイ。で、はぐれめ、はぐれ、違うわ。剣別の装備してもらっていいですか。よし、うまくいったわ。準備は整った。頼むぜ。頼む。無限の弓。これあれだね。一回、ククールで使ったことがある。新しく追加された武器ですね。この弓に、あれ、コイン使えば、耐久力が増えるんですな。お、飛び蹴り。はぁ、一旦戻って。いや、勝ったねこれ。勝ったわ。いやー、なんだろう、これあれだな、アイラの武器、どんな武器を装備するのかってやつやってみたいですね。検証動画みたいな感じで。これはやるか。ただ時間かかりそうだな。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。